こんにちは、みえこです。今日もカバン作ったのでご紹介します。今日は横につないでみました。裏はこのように作りました。まちは特に取っていない変わった形のカバンです。ポーチにもなります。中開くと結構いっぱい入るんですよ。中心にも小さなポケットがあります。中全部出すと薄くなります。そして紐は使わないときは中に入れます。ちょっと面白いのは、このまま裏側に返しても使えますよ。わかりやすいようにピンクの裏布にしましたが、このフラップと同じ色にすると特に使いやすいかもしれませんよ。それでは始めます。今日は 3.5 センチ幅の布を12センチに切ります。そして3つずつ縫います。やっぱりミシンでまとめて縫うと早くできますよ。20本作ります。そして色合いを考えながら並べます。そして端からまた縫います。縫い代に注意しながら全部縫って1枚のトップを作ります。次にアイロンでプレスします。キルト綿の上にのせて刺繍したいところですが、もう一枚のトップも作ります。ピースワークしたトップと同じ大きさに切ります。そしてガイド線を引いてミシンで縫います。中心から縫い始めて同じ方向から毎回縫います。この方法はシワが少なく縫える方法だと思いますよ。それでは戻ります。ピースワークしたトップに刺繍をします。
縫い代のないところを刺繍しました。そして余分なキルト綿を切ります。もう一枚のトップも同じ大きさに切ります。裏布を一緒に切ります。トップと同じ大きさに切ってください。2枚必要ですよ。次にフラップと紐を作ります。まずはこの7センチの部分でカットして、残りは縦に半分に切ります。この2枚を合わせてキルト綿の上にのせて、ミシンで縫います。重ねる順番間違いないように気をつけてくださいね。キルト綿は上にして縫いますよ。そしたらこの角の部分を2箇所切ります。表に返して、刺繍をします。アイロンかけてから縫うと綺麗にできますよ。それではピースワークしたトップに印をつけて、このフラップを乗せます。中心合わせてね。そして裏布を重ねて、針で留めた部分を2箇所縫います。このように縫います。そしたらもう一枚のトップも同じように縫います。これを表に返して、先ほど縫ったピースワークしたトップの布の中に差し込みますよ。そして針で留めたところを縫います。裏布の部分に返し口を開けるのを忘れないでくださいね。縫い代は7ミリですよ。そしたら表に返します。
返し口ここで縫います。そしたら表に返してこんな風にできるから中心を縫います。一度アイロンかけてね。カバンの入れ口になる部分に刺繍を先にします。刺繍ができたら中心をミシンで縫います。そこができました。そしたら半分に折ってね。今度は紐をつけます。先に折り線をつけてね。キルト綿を挟んでこのように針で留めてミシンで縫います。ゆっくり縫ってね。ではこれを先ほど作ったカバンに縫います。この位置に挟んでミシンで縫いました。そしたらこの裏側に返してポケットを作ります。ポケットの大きさにガイド線を引きます。好きな大きさに縫ってね。ミシンで縫ってもいいですがちょっと難しいので手縫いがおすすめです。縫い終わったらマグネットをつけます。そして完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。